こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。激しい運動は病気のもとというお話です。体に良いということで運動をしますが、その運動は免疫システムから見ると適度な運動が免疫力を高め、感染症、がん、心臓病から守ってくれます。免疫力を高める運動とは有酸素運動で、1日最低20分を週3日から4日行うことです。アメリカスポーツ医学カレッジによると、トレーニングのしすぎによる免疫力を防ぐためには最大心拍数が 60% から 80% が理想です。自分の心拍計を計算する方法は220から自分の年齢を引きます。50歳の人なら170になり、その60から80% である102から136の心拍数を20分間行うのが最も効果が高いそうです。適度な運動をすると免疫力は強化され、その中でマクロファージ、顆粒球、NK 細胞の働きが活性化され、バクテリア、ウイルス、がん細胞を活発に食べるようになります。この免疫変化は運動後15分から2時間で運動前に戻り、1日中続くものではありません。過度な運動では運動後にはリンパ球の増殖能力が低下し、免疫力も落ちます。過度な運動は血液中のストレスホルモンの量を増やし、免疫力を弱める傾向にあるのです。また副交感神経からアドレナリンが多く放出されると、顆粒球や NK 細胞の働きが弱くなることも研究で報告されています。ハードな運動をする人は感染症にかかりやすいと言われるのはこのためです。休養や食事で予防することが大切になるのです。では本日のお話はこれで終わります。